これ、なんかさ、団長、あ、これ使ってないから言うけどさ、今何でさ、あのね、団長、今手元にあったから、とりあえずこれいい音出るかなと思って使ったんだけど、これパッドや。これ大胸筋バンドのパッドだ。これ団長いらんからさ、なんでパッド使わんから。でもパッドってついてんだよ絶対。じゃあちょっと衛生前使うか。使っとらんから大丈夫だよ、みんな。新品で、新品。なんかついてくるんだよね。ついてくるけど別に団長いらんから。よいしょ。パッド ASMR。パッド ASMR ないだろうね、なかなか。よいしょ。いや、なんか、ほんと使わんからそこら辺にポイポイするんだけど、団長ね、一番びっくりしたのが、高校時代とかに、そこら辺にポイポイしとって、わかんない。なんかお尻かなんかについてたんかわかんないけど、兄上の、その、なんか スーパーに行くとかで、兄上の車乗った時に、なんか団長、多分ね、カバンかなんかに入ってたんかな、パッドが。パッド入っとったんか分からんけど、兄上の車にパッド落としちゃってめちゃくちゃ怒られたことがある。あーいいって。なんだこれはみたいな。なんだこれはみたいな。怒られちって。そう、団長もなんで落としちゃったんか分かんないっていう。ありました。そういうことも、そういう時代もあったねと。